それでは皆様、これから便所で。ちょっとがいがギリギリ君の下でバス唾を飲み込んでさ見上げた。僕はあの時見上げました。
さあ迷子のへそどもへそどもおへそが知られてから一人ぼっちのへそどもとぶI'm gonna go to bed.
僕はパパがいないから忘れた分ぐりが笑ってて無表情にバイス新宿ロフト、こんばんは。皆様、暗い日曜日という、こんな日曜日の日に、足を運んでいただきまして誠にありがとうございます。日曜日といえばですね、一般の方は休日でお休みかもしれませんけどもね、まあでもな、時として今はあれかもしれない、あのサザエさんとか見てる方もいるかもしれません。それからあのちびこまるちゃんとか見てる方も、いらっしゃるかと思うんですけども、まず今日というこの日曜日に、この場所を選んでいただき、こんな悪趣味な娯楽もあるんだぞと、いうね、こういった、なんて言うんですか、コンサートに、お越しいただきまして、誠にありがとうございます。拍手です。まずですね、皆様、外は雨は降ってましたか？暑いに降ったんですね。カッサカサやで、傘。
今日限定なんでね、まあ外も雨も降ってるということでね、帰りはそのカッサカサやで傘でね、傘を濡らさないように書いていただけたと、思っとるんでね、あの傘絶対濡らさないでください。いいですね、傘は濡らしちゃダメだ、かわいそうだ。だからあれはあの家にオブジェとして飾っていただけたらと思います。我が家にもあります。嘘です。はい、そんな具合で、まあ立て続けにね、便所なんかね2回も聞いてね、皆さんもね、おーマインドコートね叫んでいただけたということで、そんな君たちとですね、私も、やりたいわけでございます。はい、ということでやりたいんです、行きたいんです。じゃあ聞いてください、キッチキッチ。
「いつも蹴り倒し
世界が
Yeah.
皆様、とりあえずは序盤はこんな感じで、今ね癒しのコンサートを行ってるわけですけども、後半に引き連れて、後半はね、より皆様に癒されて帰っていただきたいと、思うわけでね、まあ、癒しのコンサートもまあ、ね、この第2015おふくろさんよというね、命題しまして今コンサートやってるわけですけども、まあよくですね、私の、携帯電話でですね、不安メールがよく、来るわけですけども、ね、私は後ろで見ますのでとか後ろにいるのでいじめないでくださいとか、あとはまあなんか最近になってチケットをこうインプラスかなんかで取ってチケットの整理番号が悪いだなんだとかんだとか言って、後ろになっちゃったとかなんだとかいろいろ言ってるアホがいますが、私の思いますライブに整理番号はまあきっと大事だと思います。だからそこは否定しませんですけど、後ろだからって後ろじゃない、お前らも前だ、あつこだ、大丈夫です、酔っ払ってません、今日はドシラフです。後ろも俺は、後ろだと思ってないので、ただ現実的に、私のことは生理的に無理な人もいると思います。そういう人は私の前で罰を出していただければ一応いじめないという、キャラクター上のルール設定を家のブックオフで形中古のノートに書いてありますので、ご安心ください。今現段階で嫌だって人はX ってやってください。せーの、なんでそんな前に俺の罰がおんの、前にいて罰やるやつは逆に来いって言ってるようなもんだからな。てめえ後で放尿してやっかな。私ロフトというのはバンド人生でも初めてで会場でしてね、最初どこにあるのかよく知らなかったわけです。でね、まさかのこの新宿のラーメン二郎の近くだということを知って驚きました。そしてなんやホストの看板がいっぱいあったわけです。ここでやんのか俺はと、ホストになります。ガチですって嘘ですけど、そんな感じで、とりあえずまあアキスケツアーをねずっとでもねえや、超短いんだけど回ってたんです。で、各地でなかなかね面白い感じにやってこれまして、私は本当にそのために救われております。最近イライラムカムカすることも多いし味方も全然いねえし、本当になんかもうちょっといろいろともう最近腐ってるわけですね。私腐ってる人生を送ってるわけです。で、だから今日がね、なんとか私の吐ける場になればなと思ってもう事前に2回も、吐いてきました。なので最終的にここが皆様が私にとっての便所だと思ってますので、たっぷりたっぷり俺の日頃の鬱憤をうーって嘔吐していくので皆様は口を開いて飲み込んでください。いいですね、いいですね、別に本当の意味じゃねえんだから、いいいい、覚えて全員後ろ後ろ後ろ見えてるか、あんま見えねえか、前、真ん中、前、そこ柱邪魔だろ、うん、全員、前、全員、前、じゃあちょっと皆さんは薬指見せてください。大丈夫だ、お前ら彼氏ねえからペアリングもつけてね。皆様の薬指で私はその薬指を食べたい。聞いてください、君の薬指は君のシチュー。Yeah.
長ネギや人参と一緒に煮込みます。私は塩犠牲愛者ではございません。ありがとう。やってきましたね、俺タイム。今日も行っちゃうよ。いけるかい、いけるかい、いけるかい。ちょっと一回やってみたいことがあるんですけど、僕はせーのって言ったら大丈夫っつってみんな言ってください。ちょっとムツキの手震えてるけど、せーの、大丈夫。こんなに、これから、盛り上げていこうと思うけど、
そんなムツキの手が震えてるけど、せーの、大丈夫。稲葉の物置は100人乗っても、せーの、大丈夫。イエーイ、お前最高。愛してます、ありがとう。行くぜ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 。ドラムに座ります。あなたたち最高です。ありがとう。
せせらぎはまからぜりれい、そこに僕を隠した。生まれてこなきゃよかったのないってうなずいた。あなたは何色ですか？何色ですか？街角に立ち尽くす真っ白白から
らしゃげ私浜の目に
叫べ。さあお前たち、夏も終わっちまうことで見えない見越しは、そやそやそやそや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 、さてめ、そや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 。さみだぞ。気になったけど柱の
向こうのもう向こうの人も僕の顔が見えてるかい。見えてる。あ、見えてる。イケメン、ありがとう。でね、ついに俺もこの T シャツを見てくれ。藤岡組っていう T シャツを、あの、違うんだよ、あの、前俺だけもらえなかったみたいな流れになってたけど、俺はダッセイから着ねえんだよって言ってたんですよ。こんな、なんかダッセイ T シャツ着てられっかやつってアトムの T シャツ着てたんですけど、今日はダサくねえだろ、アトム。今日はあの社長がね、見に僕のためにわざわざね、大好きな僕のためにわざわざ T シャツを持ってきてくれました。やっぱ小嫁はこの T シャツが一番似合ってるよ。ああ、しょうがないっすね。ああ、じゃあ着てあげなくもないっすよ。着てこの登場しました。似合う。これもね、まあどうこれ似合う。後ろに、前までは書いてなかったんだよ、あの後ろに俺たちのバンドの名前が書いてなかったんだけど、ついに苦しいユリと影。そう、まあね、あのツイッターに載せるんでね、そう見てください。アンコールありがとうございます。今日は盛り上がってるか、後ろの方まで、うん、そんな感じだね。黒くん、ちょっと小読大先生、インストの方は弾けてんじゃないの。インストは弾けてるよ。ステージの目だとちょっと弱いんじゃない。だってインスト俺好きだもん。そう、ライブも好きだよ。ライブも小読先生、ついにツアーファイナル新宿ロフトになっちゃいましたけど。あの、あったね、あのね、うっさい、うっさいんだよ。あの、本当は、あの、あれを俺にやってほしい。ブー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 まだ、だって何ヶ月からまだプニプニしてちょっと。じゃあやんないやんないやんない。ちょっとちょっと、でもここまで来てくれたからちょっと見せてあげる。まだ今この状態見える。そう、あのね、ラーメン食いすぎたわ。で、まああれだね、あの、まあ、ゆくゆくは脱ぐから、まあ、待っててください。小読たんさ、うん、俺とかとさ、うん、知り合ってから何キロ太ったの。いや、すごいんだよこれ。俺知り合った頃、ご飯が食べれないぐらい貧しい生活をしてて、めっちゃ頑張りだったよね。そう、頬がこけてたんだよね、うん、でもようやくね、食べれるようになってきたらぷく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 してきちゃったね。そう、そういう、まあまあ見てろよ、もう次のワンマンぐらいには俺の割れた腹筋が見れるだろうよ。今日の俺のこのちょっと可愛いプニっていうのを覚えておくように。で、次ね、次テテ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 を見れればいいんじゃないかな、うん、ロフトはまだ残念だった。そんな感じで、あのね、次いつだろうね、次、あ、じゃあいいよ、あの来年の頭あたりにちょっとやろうかな。うん、あの、でまあ来年の頭あたりちょっと俺が見せてやるよ、お前らに。プニ王子から腹筋王子よ、うん、そんな感じで今日のロフトの景色と俺のプニ具合を記憶しておくように。ありがとう。
何度も言いますが、キラキラ系です。今回このような到底うちのメンバーが着たがらない T シャツをデザインしてしまったものなので、やはりそろそろうちわを作らなきゃいけないと思います。表にはウインクしてハート、裏には血だらけの俺の写真が貼ってます。あとトレーディングカードも作らなければいけません。誰得なのかわからない感じに私がポーズを決めてますので、よろしく。皆さん今日はペンライター持ってきてますか？なんで綺麗な眺めだよって言いたかったんだけどさ。まあ闇革命としていっぱいキラキラに前向きにポップに明るい未来に向かって希望のソングを歌ってみんなを幸せにしたいですね。どんどん化粧が薄くなっていきます。いずれそうですね、のんのんとかに乗りたいですね。のんのんだかあんあんだか分かりませんけど、読者モデルとして。そしてですね、一個報告があるわけです。ですね、そんな真面目な顔して聞かないでください。そんな大した報告じゃないんで、チャックが壊れたわけです。今までね、過去にどこだかで言ったと思うんですけども、私の、衣装の下のね、あれですよ、私の私がいるところのチャックが、フル全開で、いや、私ライブしていたわけですけども、ようやくですね、本日スタッフが、チャックを取り捨ててくれたわけでね、ありがたいと思ってよく見たらですね、金色のところに金の玉がついてるわけですね。ちょっと見せれないのが残念なんですけど、なぜかチャックがゴールドでしてね、でチャックの先に、玉がついてるわけです。これは確実に悪意ですね。なのでちょっとちらつくかもしれませんけど、これはただの金玉です。金の玉がついてるんです。ですね、ありがとうございますね。まずですね、この新宿ロフト、まさにですね、去年の今日ですよ、高田馬場エリアで、ね、それこそ最初は真っ黒なフライヤーがありましてね、でそこからこう本当にバンド名だけあって、アーシャもない、その中でこう名前しかひたすら載ってない、ね、フライヤーが出まして、そして曲も知らんわ、誰かもどんなあれかもね、だって好評何もしてないんだから。それで高田馬場エリアで、ライブしたのがまさに去年でしてね、本日1年、ようやく迎えました。まあね、去年の今頃はなんか、いろんなことも言われました。察してください。何とは言いません。まあ僕はキラキラ系なんでね、ランドセル背負ってるしね、王子もいるしね、王子はあれが似合わねえな、藤岡組の T シャツが。まあ後ろの2人の方が似合うんじゃない、本物っぽい。あ、ない、そういえば俺が出てくる前は何、ライズアップの話してたの、あれは。あ、そうですけど、脱ぐって言ってたやん。じゃあ、脱ぐよって言ってたんだけど、俺はこのまだ数ヶ月じゃ無理だろって。そうだっけ、名古屋で脱ぐって約束せんかったっけ。してないの。お腹だけ見せてあげた。え、したでしょ。いいじゃん、そこ高いとこ立ってさ、やっぱ今日の奥村呼ぶべきだったな。マジ呼ぶべきだったな。ああ、でも、あれでしょ、ツーマンだから、俺ら行かないよ。ちょっとツーマンでしょ。うちからは代表で一人行くじゃん。ノクブラから代表でさ、来るじゃん。
持ち時間もうお互い両2人一気に出て5分ぐらいで終わるでしょだってとりあえず BGM1 個流せばリハ終わるじゃんボーンズッポーンだけ流せばでてん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 で以上ですって終わるわけでしょ。お前らそのために3000円ぐらいチケット払ってくんのすごいねすごいね。まあじゃあそういうツーマンね、なんかちょっとマニアックなちっちゃいところでやっててくれ、それ商店街かどっかとかで小さい箱でやるから、うん、ちっちゃいところで多分ソールドすると思うよ、俺も買うもんそれじゃあ最前で応援してくれ。いや最前列はいいよ、だっていつも見てるじゃん君のこと、最前列ですごい体なんですよ、まあ、曲行こうかじゃあまあ、とりあえずエンコールをいただいたということでして、とりあえずまずですねアンコール行く前に、君たちにね一つちょっとやっていただきたいことがあるわけです、今日は、うちの組長が来てるんでね、大阪の時にねやりましたね、あれがこの間はカメラをおそらく後でチェックするであろう組長へと言いましたが、今日は後ろにいるんで全員で後ろ向いて例の言葉まる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 かかってこいよって言ったらむっちゃんバーンって入ってくださいドドバーンみたいな、でそのまま曲入りましょう。何このなんかあんま盛り上がってない感じ大丈夫だから、だからはい全員後ろ向いて、あそっか藤岡雄一かかってこいよって言ってください。3、2、1、おい、新宿ロフトさんごめんなさい、高田馬場エイリアンです。2番線ドアが閉まります、ご注意ください。
Yeah.
ラフター叫べ、ラフターチェンジアグラフター、ラフターラフターラフター男が行くぞ。ナオン。ナオンって名前じゃねえ、女っつってる、ね、女。男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 。女。男。じゃあ、シンジグルフトいくぞ。ありがとう。